株式会社テーブルチェックは東京、銀座に本社を置く IT 企業。飲食店向けの予約、顧客管理システムや飲食店ネット検索、予約ポータルサイトなどを提供。国内外26カ国、地域にサービスをグローバルに展開する日本発レストランテック企業。2011年3月11日、谷口優により、 株式会社ベスパー創業2013年 CTO としてジョン・シールズが共同創業者として参加。同年10月飲食店向け予約顧客管理システムテーブルスリューションを翌11月消費者向け予約機能テーブルチェックをリリース2015年7月ジャフコお及び個人を引き受け先とする第三者割当増資を実施。2億円を 調達2017年、大阪、福岡、韓国オフィス開設2017年12月、SMBC ベンチャーキャピタルを引き受け先とする、第三者割当増資を実施。1.5億円調達2018年1月、シンガポールオフィス開設2018年7月、ジェイソン・ペリー博士を、ヘッド・オブ・データ・サイエンスとして迎え、データ・サイエンスチーム設立2019年2月、 インドネシアオフィス開設2019年6月 DNX ベンチャーズ SMBC ベンチャーキャピタルを引き受け先とする第三者割当増資を実施6億円調達2019年7月タイオーストラリアオフィス開設2019年11月 UAE オフィス開設2020年3月飲食店向け消費ツールインサイトリリース2020年2月 Google で 予約と連携発表。Google マップから予約受付開始2020年5月、インスタグラムと機能連携発表2020年8月、飲食店向け予約、顧客管理システム、テーブルソリューションをテーブルチェックと改め、ブランドをテーブルチェックに統合2020年8月、店頭での会計を一切不要にする新たな決済サービス、テーブルチェックの コンタクトレス決済ローンチ飲食店向けに同社が開発、提供する予約、顧客管理システム。2020年8月にサービス名称、テーブルソリューションから現在の名称に変更。予約受付や管理、排席、顧客情報の管理などを自動化。グルメサイトなどのネット予約、電話予約にかかわらず、テーブルチェックに取り込んで一元管理が可能。 国内業界最多の18個都合対応。システムはクラウドベースでスマートフォン、タブレット、パソコンなどインターネット環境さえあれば利用できるため専用端末導入やアプリのインストールは不要。同社が消費者向けに開発、提供する飲食店検索、予約ポータルサイト。24時間リアルタイムの空席情報に基づいたネット予約が可能。現在、 国内外の飲食店、約4000店舗掲載。飲食店向けデータ分析、消費ツール。予約情報や顧客情報など飲食店経営に関連するあらゆる情報を瞬時にグラフィックにより可視化することで、より精密な経営判断を可能にする。予約、顧客データから得た予約チャンネルやキャンセル率、リピーター動向などを可視化することで、正確な費用対効果を把握し、 より正しい経営判断を可能にする。また、過去予約データなどを元にした AI による将来予測機能も開発中。飲食店に特化した非接触型決済サービス。ネット予約時に予約者が入力したクレジットカード情報に請求をかける仕組みのため、店頭会計不要。予約者は予約した店で飲食した後、退店するだけ。 飲食店側は退店を予約時に入力されたクレジットカードに請求をかけるだけで会計が完了する。同社はネット予約時にクレジットカード情報を入力させることで無断キャンセルを含むキャンセル対策機能を提供している。業界唯一の無断キャンセル被害ゼロを可能にするソリューションとして現在約1600店舗が導入している。無断キャンセル問題についても 広報活動を通じて飲食店、消費者双方に対して啓蒙。毎年発表される同社の飲食店の無断キャンセルに関する意識調査で消費者側の無断キャンセル理由などを明らかにしている。予約代帳システムを提供する企業は同社の他にも多数存在するが、主にテーブルチェック、取れたエビカの3社で市場シェアの過半数を占めている。 同社の展開戦略としては、契約店舗数拡張よりも予約管理や顧客管理に注力するハイエンド、もしくは人気の飲食店を中心に導入企業を広げる戦略をとってきた。国内では、グランドハイアットやコンラット東京などの高級ホテル内のレストランやミシュランガイド掲載店の多くがテーブルチェックを導入する傾向にある。一方、居酒屋チェーンや ファミリーレストランなどの予約需要が低い業態では、同社サービスを導入することは稀である。2020年8月末現在、テーブルチェック導入店舗数は国内外26カ国、地域で約5000店舗。韓国、シンガポール、インドネシア、UAE などに海外拠点を置き、グローバル展開にも注力している。食べログやグルナビ、ホットペッパーといった、 グルメサイトと呼ばれる媒体と同社サービスが並列に語られることが多いが、そのビジネスモデルやシステムは大きく異なる。グルメサイトのビジネスモデルは広告モデルである。有料契約している各飲食店から支払われる月額固定の掲載量とグルメサイト経由で入った予約に対する送客手数料が主な収益源である。それに対して、 同社をはじめとする予約代帳システムを提供する企業のビジネスモデルはさすがた、月額固定のシステム利用料を主な収益源とするものである。また、グルメサイトは契約する飲食店が各グルメサイトのネット予約に割り当てた一部の空席情報に基づいたネット予約システムであるのに対し、同社などの予約管理システムは 基本的にすべての空席情報を把握しているため、消費者はより現実に即したリアルタイムの空席情報をもとにネット予約が可能である。飲食店情報収集や検索に多くのユーザーがグルメサイトを利用してきたが、近年インスタグラムやツイッターといった SNS、Google マップなどの新たなプレイヤーが台頭し始め、ユーザー、飲食店ともにグルメサイト離れが進んでいると、 言われている同社は近年 Google や Instagram などとの連携を積極的に行っており飲食店の温度メディア活用によるマーケティング最適化とデータ活用の重要性を訴えている2011年3月に創業し2013年に各種サービスをローンチして以来同社のミッションは世界中のレストランとカスタマーのプラットフォームになることである 現在は飲食店向けの予約、顧客管理システムと消費者向けの飲食店検索、予約ポータルサイトを開発、提供しているが、同サービスを通じて行われる予約から蓄積される、膨大な来店、喫食データや顧客情報などのビッグデータを活用する新たな事業構想がある。その一つが飲食業界版信用スコアといえる、テーブルチェックカスタマースコアである。 来店客の来店履歴や頻度、利用金額やキャンセル率などの定量的データと、飲食店スタッフによるカスタマーへの定性的な評価を加味して、来店客をスコアリングし、公開、企業を超えて共有するというものだ。来店客は、より相性の良い飲食店から、特典や優待を受けられ、飲食店側は、より相性の良い優良顧客と出会える、という双方にメリットを付与する。 新たな仕組みの開発に取り組んでいる。2020年内にカスタムスコアを発表することを宣言しているが10月現在はその関連のサービスをリリースしていない。このカスタマースコア情報を企業を超えて共有することで飲食業界のマーケティングの自動化、最適化を図ろうとするものである。ユーザーには個別最適化された飲食店情報を飲食店側には 相性の良い有料顧客候補を提示しマッチングさせることが可能となる。これまでは不特定多数に訴求する広告媒体に依存してきた飲食店のマーケティングだったが、近年はより個別最適化された情報提供が可能なツールが増え、広告依存のマーケティングからの脱却が進んでいる。ありがとうございます。